どうも阪神情報局です今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで現在この動画を撮影しているのが10月23日の日曜日なんですけれどもドラフトもありそしてタイガースはトレードも行ってさまざまな補強というのを進めてきましたが今回の動画でご紹介したいのはタイガースの残された FA 補強の可能性ですね、まあ、一部報道では FA 生還という話も出ていましたがこれからタイガースは FA 補強についてどのように向き合っていく可能性があるのかそしてタイガースが抱えている FA3 投手の残留交渉これからどのように進んでいきそう なのかこういった点についても深掘りをしていきながらお話していきたいなと思いますでは早速お話をしていきますが今回の動画でご紹介していきたいのはタイガースの残された FA 補強の可能性ですねまあタイガースはこれまで FA 補強については何度か動いてきましたまあめちゃくちゃ数が多いというわけではないんですけれどもそれなりにね、まあ、ピッチャー野手 FA 補強に動いてきた歴史というのはありますでまずバッターの FA 補強でいうと直近なら糸井選手をバファローズから獲得そしてピッチャーの FA 補強は2019年こちらもバファローズから西行投手を獲得ということでまあこの糸井選手と西投手に関しては はそれぞれの球団でバリバリ成績を出していましたからね、もちろん人的保障覚悟というところでこの2人の補強に乗り出していましたでそういった中で今年のオフ、プロ野球界全体見渡しても新たに FA 獲得した選手というのも結構ね面白い選手というのがたくさんいますし、で実際、FA 権持ったまま単年契約の選手というのも複数いましたからね、ですので今オフに関しては FA 史上かなり盛り上がるんじゃないかそういうふうに言われていたんですけれども、まあ、実際、蓋を開けてみると、まあ、直近でね例えば殿崎選手がライオンズと4年契約を結び直したり、そして同じセ・リーグカープでいうと野間選手、 カープに関しては新たに新井政権というのが始まりましたからねその新井監督の力も大きいというふうにこれまでのコメントを見ていても感じますがただその一方すでに FA 権行使するんじゃないかそういう報道がちらほら出てる選手もいますのでもしかしたらタイガースもこの FA 補強に乗り出すんじゃないかそういう話というのもあったんですけれども一部報道では FA 生還というね、まあ、そういう話というのもありましたんでこのオフのタイガースの FA 補強に関しては皆さんそれぞれ注目している方も多いと思うんですけれどもここからはね現時点で残されているタイガースの FA 補強の可能性について見ていきたいな といいう,うに思いますでまず一人目はドラゴンズの松葉投手、まあ、この松葉投手に関しては先日ね別途動画でもご紹介しましたがかなりプレロ野球界全体見渡しても面白い存在になるんじゃないかそういうピッチャーですよねでまず松葉投手の今シーズンの成績ですけれども19試合に先発して防御率が3.336勝7敗投球回100回を投げて奪った三振51個左利が2割5分6厘ということで、まあ、三振をバッタバッタ奪っていくタイプのピッチャーではないんですけれどもやはり貴重な先発左腕ですよでバンテリン専門っていうね、まあ、そういう呼ばれ方もしてるピッチャーではあるんですけれども実際バンテリン バンテリンドーム以外の球場での登板成績というのを見るとめちゃくちゃ悪いというわけではないんですよ。まあもちろん今年の登板全体的に見ていくとやはりバンテリンドームを中心にね、ローテが組まれていたということは事実上あるんですけれどもそれでも通算42勝を挙げてる貴重な左腕、この松葉投手の今後というのは注目されていたんですけれどもこの松葉投手はオフシーズンに入った直後ですね、まあ、FA 権を行使する意思を固めたとそういう報道というのが出てきました。まあ実際この松葉投手の獲得調査というところはどの球団も名乗りを上げてはいないんですけれども、もしかしたらタイガースにとっても面白い存在なのかなと。まあ松葉投手は ね今のところ C ランク人的保障や金銭保障が一切必要ないランク帯の選手と言われていますしタイガースはドラフトで紋別投手富田投手この2人のね先発ピッチャー獲得したりでこれからのローテというのを考えていくとガンケル投手ら助っ人3投手のね、まあ、対談というのが濃厚ですからで今年1年間のタイガースのローテというのを見ていてもやはり左ピッチャー軸は伊藤将司投手だけでしたからね、まあ、新たな左ピッチャー獲得という意味でもそして先発ピッチャーの頭数を揃えるという意味でももしかしたらこの松葉投手は面白い存在になるかもしれないとで続いて2人目が森選手ですよね、まあ、森選手と同じ ライオンズに属していた殿崎選手が新たに4年契約で残留ということでこの森選手の今後というのも注目なんですが森選手は今シーズン102試合で366打数92安打打率が2割5分1人ホームラン8本38打点盗塁が2つ出塁率が3割2分8人 OPS が718得点圏打率が2割7分5人ということでで実際タイガースファンの中でもしこの森選手が FA 権行使すればぜひとも動いてほしいと、まあ、そういうコメントというのもたくさんあったんですけれども現状ねタイガースの補強の話であったりだとか岡田監督のコメントというのを聞いてるとキャッ キャッチャーの fa 補強というところに関しては、可能性は薄いんじゃないかなという風に感じてます。というのも先ほどの動画でもご紹介したんですが、岡田監督は先日、できれば1年間、キャッチャーは固定したいとで、その中で梅野選手を軸に戦いたい。こういうね。断言というのも実際してますんで、こういう1年間、キャッチャー固定という構想。そして梅野選手の名前がポンとね。出てきたということは、まあ、新たにキャッチャーの獲得守り、まあ、森選手の獲得というのはないんじゃないかなという推測です。まあ、タイガースが動き出す可能性というのは現状極めて低いというところが考えられますからね。タイガースが属するセリーグ移籍するのか、それともパリーグ内での移籍。もし はは残留なのか、まあこのののかここ点、ね、森選手の今後とといいうのは注目したいところそしてもう一つタイガースの大きな補強ポイントと言われていたのがセカンドですよね、まあ、特にセカンドで打つことができるそして右パッターという観点で見ていくとねまず名前が挙がっていたのが浅村選手浅村選手は今シーズン143試合全てに出場して532打数134安打打率が2割5分2厘ホームラン27本打点が86盗塁が4つ出塁率が3割6分5厘 OPS が801得点圏打率が3割1分7厘ということで、まあ、少しね打率の低下というのはありますけれどもそれ でもセカンまあこの浅村選手も森選手と同じくもし FA 権を行使するということになれば FA 市場が一気に活発化することは間違いないんですが浅村選手の獲得ということになれば一つネックになるのが高年俸ですよねやはりこの辺もですねタイガースだけではなく獲得に動き出す球団というのは考えなければいけないとでタイガースの二遊間構想、まあ、これまでの岡田監督のコメントというのを聞いてるととにかく二遊間はバッティングよりも守備なんですよもう岡田監督は二遊間に対して打てなくてもいいから守ってほしいと、まあ、実際こういうねスパッとしたコメントも出してる んでこの浅村選手もね間違いなく大きな補強ポイントの一つではあったんですけれども守りを重視する岡田新政権というのを考えるとこの浅村選手間違いなく欲しい存在ではあるんですけれども一つ補強ポイントから外れる予想というのが立てられると、まあ、実際タイガースは今年のドラフト5位で天理の戸井選手を示しましたよねでこの戸井選手が目指す選手というのがこの浅村選手なんですよ我々タイガースファンが長くタイガースを見ていく中で一つ面白い存在になっていくんじゃないかなということでこの戸井選手の伸びしろというところにも注目ですさあそしてもう一人もうシーズン中からねこの選手の名前というのは タイガースファンの中で数多く上ががっていましたそれがマリンズの中村翔吾選手でですねでまず中村選手の今シーズンの成績ですけれども138試合に出場して498打数128安打打率が2割5分7厘ホームラン12本68打点盗塁が15個出塁率が3割5分4厘 OPS が746得点圏打率が2割8分4厘ということでまあ、今年は残念ながら全試合出場というところはなりませんでしたが去年まで4年連続で全試合出場ということでまあ、体が強いなおかつタイガースの補強ポイントである右打ちの内野手そして岡田監督が掲げる守りの野球 といいう観点で見ていても中村選手は2018年と2011年それぞれゴールデングラブ賞というのも獲得していますからそういった意味合いでも我々タイガースファンの中でもこの中村選手の動向というのは注目していたんですが、まあ、実際まだこの中村選手が FA 権行使するのかそれとも残留するのかそういった報道というのは出てきていませんただ先ほど岡田監督が考える入管構想というところもご紹介しましたけれども今のところ岡田監督の中でショートで小畑選手を起用しながらこれまでショートを守っていた中野選手はセカンドにと、まあ、そういう話というのも実際出てきていますから一応今回の動画で残す された可能性という形でね。ご紹介はさせていただいたんですけれども、まあ、基本的には fa 補強には参加せず、ま静、あ、観という形でね。まあ、現戦力で戦っていくまあ、ドラフトでも選手というのを獲得しました。けれども、これからの未来というのも見据えながらまあ、育成路線の継承ですよね。現段階で fa 選手の調査報道というのが出てきてない。以上、タイガースは基本的にはねま原、あ、油戦力で戦っていくと、その可能性が高いのかなという風に考えています。まあとにかく、今のタイガースで重要事項というのは、fa3。投手への残留交渉ですよね。ま、あ岩更投手西勇輝投手岩崎投手現在、この3投手への。 交渉というのが進んでいますが、西行き投手に対しては、すでに水面下でね、まあ、シーズン中から複数年契約を出したという話がありますし、で岩笹投手に対しても先日、残留交渉というのを行って、岩笹投手はそのことについて、9年間やってきたチームなんで、もちろんタイガースの話を一番に聞くっていうのは自分の中で決めていたこと、タイガースと話をして、自分の心境の変化があったら、その時話をしたいと思いますと、こういうコメントというのも出していました。す、ま、に、あ、にこの岩沢投手に対しててはベイスターズがね、まあ、調査を進めてるという話 左ピッチャーででで154キロですからね、まあ、先発もも中継ぎもできる、まあ、岡田新政権になって、この岩佐投手に対してね、来シーズンは先発でいくよと、まあ、そういう条件というのが出ていれば、岩佐投手は前々から先発やりたいというコメントも出していたんでね、これもまた一つ大きな交渉材料になるかなというところなんですが、西之投手、岩佐投手、で現状、岩崎投手に関してはね、まだ大きな話というのは出てきていませんが、やはり当面はこの3投手に対して資金をつぎ込んでいくと、そういう可能性というのが高いです。で右バッターの内野手とというところに 2対2のトレードが行われた時点でもうタイガースの FA 補強はなくなったんじゃないかとこういうコメントというのがたくさん SNS 上上がっていてそしてこのトレード以降ねタイガースの補強話、まあ、FA 調査報道というのも出てきてないんで現時点での推測ではあるんですけれどもタイガースはコーンオフ FA 生還という形でね、まあ、FA 補強には乗り出さないそういう可能性が高いんじゃないかなというふうに僕自身は考えていますで最後になりますけれどもやはりタイガースの今後の補強のメインというのはもう外国人選手ここになってくるんじゃないでしょうか先日はロハス選手ロドリゲス選手 選手が帰国のコメントというのを出していましたが、本日ですね。タイガースで4年間プレイしたマルテ選手が帰国、そしてコメントというのを出しました。日本に来てからの4年間、タイガースの素晴らしい仲間たちとタイガースファンの皆さんの応援に囲まれて野球ができて幸せでした。どんな場所に行っても、タイガースの皆さん、ファンの皆さんの成功を心から願っています。本当にありがとう。ということで、うんーまあやっぱりこのマルテ選手のコメントというのを見てると、このマルテ選手も含めてね。帰国、そして対談報道が出ている。6。選手に関してはそのまま対談になるのかな？というところが推測できます。まあ、特にマルテ選手に関しては4年間タイガースでプレーしてくれましたからね。 我々タイガースファンにとっても色々と思い出がある選手なだけにこういったコメントを聞くとね、まあ、改めて寂しいなと感じるところではあるんですが、もちろん我々タイガースファンとしても、そしてタイガースとしてもね、前を向いて2023年に向けての補強を進めていかなければいけません。現状、岡田監督のコメントの中で、ライトとレフト、まあ、この両翼を守れて、なおかつ飛ばすことができる右バッター、これを中心に補強が進んでいくことが考えられますが、この二つの枠がドシッとしてることによって、例えば小畑選手をね、育成という意味も込めて起用できたりだとか、まあ、そういう幅広いね、起用法というのができてくると思いますんで、まあ、今後はこのスケッ選手の動 投稿というところがね。タイガースの大きな補強ポイントになってくるんじゃないかなということで。まあ、fa に関してはまだまだね。動向というのはわかりませんが、とにかく3。投手の残留交渉、そしてそこからね。新たな補強に進んでいくと、そういう流れが予想できますんで、まだまだオフシーズン注目すべき点はたくさんあります。けれども、これからのタイガースの動向というところも全体的に注目して見ていきたいなと思います。はい、ということで、今回の動画ではタイガースの残された fa 補強の可能性について、そして3。投手への残留交渉状況こういったところについてご紹介させていただきました。まあ、今日のマルテ選手の帰国で、このコメントによって。まあ実際ね。6。 対談が濃厚になったかなというところなんですけれど、もまあ出会いがあれば別れもある。タイガースファンとして寂しい時期ではありますが、これからタイガースが2023年に向けて、どんな動きを取っていくのか、今後も注目してみていきましょう。皆さんは残された fa 補強の可能性について、どのように考えますでしょうか。よかったら、皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで。以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かったためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局チャンネル登録者35、700人突破いつ。 ございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます次の目指せ、チャンネル登録者36,000人ということで今後とも阪神情報局何卒よろしくお願いいたしますではまた次の動画でお会いいたしましょう毎日トラホありがとうございました岡田新政権になって様々な動きというのがありますがまだまだオフシーズン続いていきますこれからタイガースがどんな動きを取っていくのか引き続き注目してみていきましょうでまた